新藤達也は、富山県高岡市出身の元プロ野球選手。2014年から2016年まで横浜 DNA ベイスターズ一軍打撃コーチ兼、作戦担当、一軍ヘッドコーチを歴任した。高岡商業校時代はクリーンアップを務め、チームメイトには、小山敦、星場隆久がいた。第69回全国高等学校野球選手権、大会に出場し、 一回戦の対長崎商業戦は先制的自打も放っている。三回戦は後にチームメイトとなる野村博士のいた PL 学園と対戦したが敗退。非凡な守備を評価され、1987年にドラフト外で横浜対応ホエールズに入団。1988年に新人ながら初の一軍昇格。1989年からは、 控えとして一軍に定着し、1992年には、高橋正宏から遊撃手の定位置を奪って、レギュラーに定着し、二桁本塁打を記録。翌1993年には就任した、近藤昭人監督が現役時につけていた背番号、一応、声優劇手として受け継ぎ、初の規定打席に到達した。翌1994年は多くを一番打者として、 出場。中盤に右肩を故障し、新人の春と塩にポジションを奪われるも、シーズン終盤に復帰。翌1995年は主に買い打線で、出場して、自身二度目の規定打席到達。1996年、新監督の大谷明彦の内野コンバート案によって、3年連続で三塁手として、ゴールデングラブ賞を受賞していた石井拓郎が遊劇手に、 ロバート・ローズが二塁手から三塁手に、そして、振動が二塁手に、コンバートされたが、二塁手となったことで早球が、逆スローになった影響から背筋を痛め、ローズも三塁で失策を多発したため、ローズを二塁に戻し、振動が三塁に収まった。しかしその後も怪我が続き、規定打席には届かなかった。1997年から1999年まで、 3連続で3類種部門でゴールデングラブ賞を獲得。1997年は開幕から好調で打率上位にランキングされていたが、頭部に支給を受けた後は失速する。1998年7月8日の阪神タイガース戦、前日の7日にシーズン無失点記録と連続セーブ記録が途切れた、クローザーの佐々木和弘が前日に続き1アウト2塁の ピンチを招き、矢野照弘に、三遊間に、ヒット性の打球を打たれる。チームの絶対的な、勝ちパターンが揺らいだ、シーズンのターニングポイントともなった場面であったが、三塁手、新藤がゴロを、横飛びの候補をして即座に一塁送球。アウトにして、チームの危機を救った。石井、ローズ、駒田徳弘らと共に、当時12球団でも、 随一の守備力と呼ばれた横浜内野陣の三塁種手として、攻守で、チーム38年ぶりのリーグ優勝、日本一に貢献。打撃でもいずれも、障害事故最高となる打率。241、14本塁打、54打点を記録し、リーグ優勝決定試合でも勝利打点を叩き出すなど、マシンガン打線の一員として活躍した。1999年は、 アルキメデスポゾーの加入によって、スタメンを外れることが多くなり、規定打席未達に終わるも、打率。286を記録。当時のチーム打率の日本記録を叩き出した打線の7番打者として、活躍した。オフには、FA 宣言し、オリックスブルーウェーブ、西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズが獲得に乗り出した。11月11日。 横浜との残留交渉はわずか20分で終了。17日に、オリックスの編成から連絡が入り、電話で1時間以上交渉。二類種としての出場を強く希望していた振動に、対し、オリックスはゴールデングラブを獲得した三類種としての起業を予定しており、途中で、オリックスの監督、大木明に伺いを立てながらの交渉は破断。オリックスとは、 この電話交渉のみでテーブルに着くことはなかった。西部、ロッテもすでに編成が終了していたこともあり、三類をやるなら横浜でいい。嫌いになって出ようとしたわけではないからと一転して横浜に残留した。この年の遺跡が濃厚だったため、翌2000年の球団カレンダーの発注に間に合わず、振動の写真が掲載されなかった。これに伴い、 当時横浜への FA 移籍が最有力視されていた江藤里氏は三塁手のポジションが重なってしまうことから読売ジャイアンツへと移籍することになった。2000年は右足首の故障に加えて欠場中の大役に入った金城達彦が首位打者及び新人王に輝く活躍を見せてポジションを奪われてしまいわずか59試合の出場で打率224 日本類だにとどまる。ちなみに、同年の本拠地最終戦では、ロバート・ローズが、すでに帰国していたこともあって、もともと自身が希望していた二類種で、スタメン出場するという皮肉もあった。2001年に、小川博文、杉本とも、前田和幸との3対3のトレードで、都下の名を、荒井清と共にオリックスブルーウェーブへ移籍した。監督の王木明の期待の現れとして、 福本豊以降事実上の永久欠番であった背番号7番を福本承諾の上でつけた2003年限りで現役引退引退後は山下大輔監督の招兵で古巣横浜に復帰し一軍守備総類コーチ一軍内野守備総類コーチスカウトを務めた2010年出身地である富山県の富山サンダーバーズの守備コーチに就任 2012年には監督に昇格し、2013年オフに退任。2014年に DNA 一軍打撃コーチ検索戦担当に就任し、2015年からヘッドコーチを務め、2016年は11年ぶりの A クラス入りとなる3位に貢献。2017年より GM 補佐検編成部長に転出し、2019年からは編成部長を担当する。 球界屈指と評される三塁、遊撃の守備と勝負強い打撃が武器であり、1998年の横浜ベイスターズの日本一に大きく貢献した。2014年の週刊ベースボール、球界200人が選んだ。内野守備ランキングでは三塁手の最多得票に選ばれている。三塁の守備では肩の強さを活かして芝生の切れ目にかかるほどの深い位置でポジションを取っていた。 1993年の横浜ベイスターズ発足は開幕後連敗スタートだったが、新藤の逆転サヨナラ満塁ホームランで初白帽子を上げている。また、1998年10月8日の阪神戦では38年ぶりの優勝を決めるライト、前逆転タイムリーを打ち、珍しく二塁ベース上でガッツポーズした。2000年開幕戦でもサヨナラを放っており、 要所での勝負強さが目立った。1998年の V パレードでは、球団が主力選手はパレードバスに、控え選手は通常バスに分場を予定していたが、振動が全員で勝ち取った優勝だからと発言し、選手全員がパレードバスに乗りパレードに参加した。ありがとうございます。